六角は戦地などで敵対勢力の装備品や補給物資を奪うこと。摂取とも捕獲と称される場合もあるが、軍事用語としては六角が適当な言葉である。古代中国では春秋戦国時代、三国時代などの戦時でたびたび行われた行為であり、戦国時代の日本ではたびたびこの行為が戦の度に行われていた。 主な目的として、自身の装備品より良い武器を奪うためや、それらを売り払って金銭にするため、あるいはリバースエンジニアリング等の敵上調査目的などがある。ブグロ核の機械は戦地に限らず、漂白船の調査においても可能である。近代以降の戦争では、降伏した敵軍から武装解除の際に取り上げたり、敵軍が撤退あるいは配送時に行き、 放棄した兵器や物資を手に入れることを指して言うことが多い。また、海上に着弾した弾道ミサイルの破片回収なども部分的路角と言える。一般的に、路角した兵器はそのまま自軍の兵器として、転用、調査を行って分析し自軍の兵器の改良や、開発の参考に使用、改造を施して使用、または、余剰品として廃棄されることが多い。このため、 近代以降の軍隊では何らかの理由で兵器を行き、しなければならなくなった場合、その兵器が敵軍の戦力として運用されないように破壊ないし、使用不能にすることが義務付けられている。路角兵器をそのまま自軍の装備として転用したとしても、弾薬、爆弾、ミサイルなどの武装類や、エンジン、機器などの補修部品の規格が自軍と異なっていることが多く、消耗品の更新も、 難しいことから必ずしも有効な戦力として活用できるわけではない。この場合は、稼働率の維持のために共食い整備を行わざるを得なく、なった挙句に結局廃棄処分を余儀なくされることも、あれば、武装、エンジン、機器などを自軍規格に適合するものに換装したり、別の用途に転用するための大改造を行うことも、ある。ソ連軍が行きした、 T-26 を調査するフィンランド軍、第二次世界大戦期には大々的に六角兵器が運用され、特に連合国軍と比較し、生産力や平坦に劣る数軸国軍では盛んに六角行為が行われた。ドイツ軍は完全に準備が整わないうちに第二次大戦に突入し、兵器の生産が部隊規模の拡大と損耗補充に追いつかなかったため、六角した。 各種兵器の有効活用に特に熱心であった。西方戦役において露客されたフランス軍のオチキス H35 やソミワ S35 などの戦車は一部ドイツ軍仕様のキューポラを装備し2009戦線に投入され治安維持任務などに終戦まで使用された。また、独ソ戦以降は重装甲を誇るソ連赤軍の戦車に対抗する必要上、 呂角したキロボルト -1 や T-34 などをそのまま運用したり、呂角ソ連や報や占領、併合したフランスやチェコの戦車の車体などを流用した対戦車自走砲を多種類製造した。その他、米、英軍の呂角車両も多数が運用されたが、友軍の誤射を防ぐため国籍マークを大きく多数描いているのが特徴となっている。フィンランド軍は冬戦争や 継続戦争において、諸外国からの兵器援助が限定的なものであり、兵器の国産能力も低かったため、輸入兵器ともども露角兵器を積極的に活用した。アメリカ陸軍航空軍が遺棄した B-17C を日本軍が露角し、日照の国籍マークを描き、飛行中の姿日本軍においても、日中戦争の頃から第一戦では高性能の、 ブルーの ZB26 系機関銃やマウザー C96 自動式拳銃を六角、接収し大規模に運用しており、太平洋戦争では特にアメリカ軍の自動小銃である M1 ガーランドや M1 カービンは積極的に六角運用されていた。組織的な運用としては空挺部隊である陸軍第一訂進団に対し、 シンガポールの戦いで露核されたトンプソン機関誕銃がパレンバン空艇作戦後に600丁が供給されている。また、日本軍において露核航空機ノースアメリカン P-51 ボーイング B-17 ロッキードハドソンなどはドイツなどからの輸入機ともども陸軍航空審査部が主に調査研究の目的で運用していた。 また、初戦の南方作戦で露獲した、ハリケーンバッファロー P-40B-17 などは、羽田飛行場で、繊維工業のための展示会で、一般公開されたほか、P-17 は1942年公開の映画、翼の開花にて、バッファロー P-40 ハドソンは、1943年公開の映画、愛木南へ飛ぶ、 1944年公開の映画、加藤春戦闘隊において、共に一式戦闘機はやぶさなどと対峙する敵機役として大々的に出演させている。戦地における露角機装備の実戦部隊としては、P-40 のみによる飛行隊がビルマ戦線で編成され爆撃機ゲ撃用に投入されたものの同種打ちや、 消耗部品の供給の問題があったため短期間で解散している。第二次大戦後の冷戦下で対立する陣営は、大抵、アメリカとソ連の軍事支援により、兵器を潤沢に供給されることが多いため、敵軍に偽装して敵地に潜入する特殊作戦以外で、旅客兵器を軍の正式兵器として大々的に使用する例は、ほとんどないが、 例外的に、イスラエル軍は周辺を適正国家に囲まれており、欧米諸国からの武器供給も決して安定しているわけではないため、路角兵器を有効活用するための改造を自国が導入した旧式兵器の近代化回収同様に重視しており、そこで蓄積されたノウハウを活用した外国の兵器の近代化回収を受け負っている。また数度にわたる中東戦争で路角した。 ソ連製の戦闘機や戦車を開発研究を行うアメリカ軍に引き渡している。ただし、ベトナム戦争後のインドシナ半島では、統一ベトナムが、旧南ベトナムが保有した米国製装備を中越戦争やベトナムカンボジア戦争で活用している。また、フォークランド紛争では、展開したイギリス軍のヘリコプター輸送能力が不足していたため、 現地で路角したアルゼンチン軍のヘリコプターを一時的に運用していた。レバノン内戦では、レバノン国軍及び治安部隊の装備が各周派の民兵組織及びパレスチナ人組織に路角もしくは横流しされる事象が頻発した。内戦終結後、これらの多くはレバノン国軍及び中流シリア軍によって回収されている。 湾岸戦争時イランは中立を保っていたため、直接戦闘には参加していなかったが、イラク空軍の航空機が大量に逃げ込んできたため、イラン・イラク戦争の賠償として、これらを自軍に組み入れた。イラク戦争では、イラクを占領したアメリカ軍が、現地で露覚した、PPSH-41 を一時的に使用していた。2014年、アイセルがイラクへ侵攻し、モうすで、 イラク治安部隊と交戦した際には、士気が低かったイラク側が武器を放棄して撤退。アメリカが供給したハンビーだけでも2300台がア愛セル側に渡り、混乱が長引く要因の一つとなった。北京の中国人民革命軍事博物館で展示される高信号日本海軍の第102号紹介艇。写真は終戦後。 アメリカ軍に再接収された際に撮影されたモノピョンヤン市の大同交下班に係留されたプエブロ明治278年従軍起章。ありがとうございます。